はい、こんにちは、三年作太郎です。今日はですね、宝の馬場にあるピコピコポンさんというね、お店に来てます。こちらのお店ね、前に一度ボールでラーメン食べた時に来たことあるんですけど、今回はね、ちょっと別のメニューがまた新しくね、できたということなんで、今日はそれを食べに来ました。はい、おめでとうございます。名前なんて。姫様どうぞ。野菜なし、野菜なしの油増し増しでお願いします。はい。はい。少しで。あ、そっちもニンニクで。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。はい。あ、やばい、めっちゃ油増してくれてる。ってことでやってきました。あのね、今日はね、汁なしをね、頼んでみました。初めて、二郎系で汁なし食べるの初めてです。で、なんか油を増し増しにして、で野菜抜きで、うずらとかいろいろトッピングしました。早速ね、あ、麺は 1.1 キロです。 1.1 キロなので、多分総重量でそんなに 3、4キロぐらいだと思います。じゃあ早速いただきます。はい、何から食べよう。油とろける、しょっぱめの油ですっごいとろける、おいしい。あ、すいません、なっておりますありがとうございます。で、このなんか層に浮いてるやつは全部多分油のあれです、エキスみたいな油の油です。結構カボスがね、メインの汁そばなので、結構ね、さっぱりしてる。たくさん油増したんですけど、それでも結構さっぱりめに食べられて、すごい美味しいです。酸味がすごい引き立つ。野菜にんにく、黒ごまの風味がすごい、うん、あって美味しい。でも辛いからね、これ。なんか私は油すごい増したんで、油すごいことになってるんですけど、普通の混ぜそばはもうちょっと油控えめ、ノーマルは全然こんな感じじゃない。めっちゃでかい豚が入ってる。まあ、脂身がないんだよね。
生卵を3つ追加したんで、生卵。健康さんとか一応ないですか？健康さんもありますよ。あ、でもみんなドローンなこっち。健康さんの人はあれじゃん、かまだの方が歩きやすい。こっちがやってますね。マイルドになって美味しいです。100丸10年ぐらいやってて、はい、まだ進化してるんですからね。すごいですよね。この間うまかった、そういうの。すごい。まあ、ジェイさん人柄いいのもいい。本当僕も必死ですよ、あそこで食べるの。この間行ったんですけど、はい、大小で出されて、大血圧が上がる音がする。血圧が急上昇してる。普段120ぐらいの店舗の春ぐらい見るのに、埋めてやる。ラスガさんの今度あるなと思って。なんか。毎回そうなんですよ。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。油もね、油を増しすぎた。混ぜすぎました。ね、でも本当に味がすごい美味しくて、柑橘系のすごい。いい、あの汁なしそばで、あの初めて食べたんですけど、結構ね、思ったよりも最初はあのさっぱりとね食べられました。ごちそうさまです。ぜひね、高田馬場来られた際はタコポンさんに行かれてみてください。じゃ今日もありがとうございました。最後はチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。